スプリングウッドバラム幼稚園4にて山岡凛でやっていきます。そして山岡凛は弱体化の内容も発表されましたね。いつ実装かわからんけど、数珠のアドオン、ね、フェイスブック中のサーっていう音が消えるのが嫌ならば全体に聞こえさせてやるよっていうとんでもない雑な修正が面白くて笑ってしまったんですが、それとかまあちょっとね、結構変更がいろいろありましたが、まあ僕は個人的にはでしょ、でフェイスブック中にもう透明化した時に当たり判定も消えるようになるというやつね。あ、こっちは、あれ間違えた、普通に間違えました。はい、当たり判定も消えるようになるっていうのが一番きついなと多分思いました。あのフェイスブック中に生存者に当たったなっていうので、ん、近くにいるぞっていうのをね判断するタイミングって結構あったから、あれができなくなるっていうのは結構厳しくなるかなと。ただまあそんなむちゃくちゃなナーフではないかなとふうにも思ったから、まだまだなんとかやれるぞと思ってます。ナーフが来たとしてもね。どこだ、いた、キュッキュッキュッで、いいね、短距離フェイスで。なぜならば、なぜならばよ、この人アイアンウィルやな。スーッと行って、これこれこれ、アイアンウィルだろうが全命リンがね生きているって。早いなほんま。まあまあまあ一人釣るまでにニコ直るは、うん、あの破滅なければもう日常茶飯事なんで仕方ないです。はい、釣っていきましょう。それで、今回なんですけど、ハイズリ包丁をうまく使っていきたいなと思いまして、ノックアウトだけつけてきております。第三の封印とかつけた方がもっとハイズリ放置しやすくなるんですけど、今回はサバイバーを透明で倒した時にノックアウトで放置して、かつそれを拾いに行きやすいようにシカリ押しまでつけてきているというような感じですね。よし、で例えばこういうサバイバーとかで、もうちょっと待って、あっち行かれたらな、追ってる場合、来た、これはラッキー、うん、全命ががっつり刺さってくれた。 DS なしおくん、どうもありがとうございます。お礼に釣らせて、あ、いただきます。DS なしおくんやった、治る、ここ直さんといてほしい。でも見えた、オッケー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 、蹴るの優先しすぎるとね逃げられるからな。いやー、ちょっとそこもう救うか。待て、これ倒す、おい、で、きたー、完璧、よし、読みが完璧でござった。よしよしよし、ドンピシャで先読みできた時はめっちゃ気持ちいいよな、山岡さん。んーで、ここ行って、さて、痛い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 、あー治るねー、そうそう、いや一回ちょっと這いずらせるかこの人。あー、マジか、あー救う、いや、いやちょっとこの人ちょっと這いずらせたい、この人這いずり放置しよう。こっち側でやるんであれば、うっ、オッケー、うん、こっち側の発電機ほとんど治ってるから、もうサバイバーも、まあ、あんまいないかなと。そこ直した初サバイバーがちょっと居残りしてたら起こされちゃうけど、それよりこっちよ、こっちに発電機を固めたいので、さあ、あれが遅延にうまくなればいいが、やべえ、待て、直すな、オッケーオッケーだが、ちょっと待て、やめろ、直すな、待って、あくっそ、治った、はえーよーっていうか、もう残り1個なんだが、どういうことなんだよ、ほんまに。何やこの発電速度、おい、ちょっと、まあでも残り3つね、ちゃんとあの糸通り固められたから、ふっ、オッケー、でちょっとこれできれば倒したいな。よし、
3人ハイズリ作れれば結構遅延はできると思うから。 OK で OK、 いいねいいねいいね、結構まっすぐ逃げるねこのモレルは。でこれ釣っちゃおうか。だいぶ真ん中に這い寄ってきたので、這い寄りますか。セイのうねりをまず釣ります。でよし、まだ起こされてない。えてか残りあの2回釣ってるモレルやな。ちょっと動きが慎重になってるのもあるかもしれない、うん、よしよしよし、この人も釣っちゃおう。んでもう一人はハイドリ放置しておこう。よし、あ救われた。んで起こされるかな。起こす方向分かってないとは思うんやけど、あ起こされた。なるほど。おあいいね、よし。いやこれはちょっとやりきりたい。まずは1人減らそう。3人にすることがもうだいぶ遅いんやけど、まだ3人にできる。倒されんなこれは。 OK 待って、よし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 、間に合わなかった。なんか引っかかったかな今の。ほんでよっ、よしこの人でやりきる。んで、あっちゃな、なんかいてないか、いてないか、あーいてない。うん、怪我のうちにねできれば見つけたいんやけれども、それより発電機もまあ気になるが回せないよね。よし残り発電機3つはまだ真っ白の状態真っ白の状態でサバイバーをなんとか、まあ全部直してから来るんかな、それが正しいよな。結構発電機固まってるからな。いやでもこれは意図通り固めたからね、いい感じに。ここからハイズリ包丁うまく使いたいな。足跡が見える。うん、お何声聞こえた。おい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 、ふっ OK。 んでお、どこ行った。あ、回してる回してる。ちょっと待って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 、ミンはいいやとりあえず一発。んでまあちょっと追うか。やっぱこういうの方逃げるよな、正しいな。あーそっか、デッドハウトか。いやー痛いなー、この板使われる、めんどくさい。あ戻る。おお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 あ、でも止まったな。そうか、サージ決まってもう完全にゼロになったね。最初このモレルがちょっと回した分がゼロになっただけか。なんやねん、回してんかなと思った。釣りましょう。これはねこの辺釣っといたら一番でかいからね。遠いな、うう間に合うか。結構ギリギリやな、2階で死なれたら。昔のトンプソンズハウスを思い出すわ。はい、ここに釣れるのはでかい。ん？あ、その上やってんの？なるほど。ほほほほほ。この上やりきるのは相当無理やと思うけどな。一人用やしね、ここね。うん、あ、ダメか。一人が気を引いてる間に、二人でがっつり直すみたいな。そういう連携がうまくできないとなかなか治りきらんと思う、この距離は。オッケー。で、おすくいに行く？お、すくいに行きそうやなこれ。待て待て、じゃあ分かった。でサージが上に決まっていく。いいね。いやー発電機固めた時ってあれやな、イタチも強いけどサージも結構強いな。
しかもノックアウトと相性がいい、やはり。ハッタ押すだけで、あそこにパンチ決めることができた。今なんか飛んだぞ。おっとおっとおっと。つくでしょ、まあ、切るでしょ。んで、どっちをハッタ押すか。まあちょっとボロータイム怖いからこっちやな。この人はこのままうまく這いずり放置したまんま。うえ、いた、なあ、板前待機してないか。くっ、押されちゃったな。よっ、でいた、これ倒す。くそ、ここめんどい。オッケーオッケーオッケー。よし、サージが決まる。なんだあそこ、ちょっと回してたんか。ほい、いやー、あと一人見つけたい。こっち来てないか。ここ二人ハイズリで、これも三人ハイズリしちゃえばね、終わるからね。そういう決め方をしてみたいんだござるやけど、ダメでござるか。そういう決め方にしたいんだござるが、もう鶴でござる。ちょっとこの人がどんどん離れていくから、うん、起こされるやろな、さすがにこれ。へい、お、起こさない。オッケー、よし。ちょっと這いずり、せっかくね、鹿漁師までつけてるから、全滅ムーブ今回はしたいなという気もあるんですけど。あー、体直してきたか。そうですか。じゃあ、まあもうええか。バダムやし、どうせあそこなんでしょ。8ね、もう分かってるから、もう絶対あそこやから、コラプスで勝ちます。はい、リンもコラプスならなんとかね、勝てると思うのに。ちょこった。どっちがにいいのか分からんかった。へい、完全にこれミンちゃんのお尻触ってるような。まあ女子同士だからいいんやろうけどね。男キラーがあのケツの部分を持ったらセクハラで訴えられると思う、エンティティ様に。結構エンティティ様は女性には優しいと聞いてるから、その訴えは承認される。そしてドクターは死ぬ。 OK、 それゆえのドクターもね、調整入るからね。エンティティの裁きやから、ミンのお尻を触りすぎたという。仕方ないね。さて、あ、自殺しないか。あ、ちょっと一応ハッチの場所は確かめだけ確かめとくね。あ、自殺してるわ。ではでは、ほらーねー。ここじゃないことマジで少ないよな。5割ぐらい、いや、もっと高い気もするな。6割7割ここな気するよ。さて、あー、まあまあ遠いな。おー、そうですか。うーん、おー、おったんちゃう今、あれ、おおおおむちゃくちゃおった。いや、その指差し確認されましても、おったもん。大胆におったもんねえ。大きい広場の真ん中歩いてたもん。というわけで、ご苦労様でした。ありがとう。いや、今回は結構発電機固めとノックアウトをうまく使って、多少遅延しながら、サージもね、うまく生きて、なんとか勝てたかなと思いますが、やっぱ破滅なし、イタチなし、えぐいな。ちょ、発電速度が異次元すぎる。というわけで、パパに会いたい山岡凛さんでございました。ナーフしてもね、まだまだ全然生きると思うので、弱体化しても使っていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければコメント、高評価など、残していってください。バイバーイ。今日のラッキーパークはノックアウト。はあ、運営またクソナーフしやがってボケがーとか日々つぶやいてるキラーの皆さん、でもどうせ新サバイバーに生前時の JK 山岡凛とか来たら、ホイホイ課金してノックアウトされちゃうんでしょ。